私はフレイ・ホーランド、プラーブに呼ばれたの。会わせてもらえる？ダンタ・ザイラ殺害の罪でお前を拘束する。連行しろ。してなかった。プラーブに会う前に知っておくことある？彼女は真実の再建者だ。嘘をついても無駄だぞ。どうせ心を見透かされる。つまり彼女の能力は法律の学位とクソレーダー？いやいや、それだけじゃないぞ。他にも彼女はいろいろできる。他にもいろいろ役に立つ情報どう思う？侵入者、傲慢な娘よ。顔は穏やかだが心は真っ黒。その瞳を見れば嘘かどうか分かる。さあ祈れ。審判にてお前を図る。裁かれに来たわけじゃない。話しに来たの。ねえ、もう街を襲うのはやめて、みんなをほっといてくれない？その正義感、その確固たる信念。しかしそれも所詮悪魔の奇弁よ。くそ、話聞かないならさっさと殺して。しらばくれるな。罪を認めよ。受け止めよ、タンタを殺した事実。あいつは兵士をけしかけて町の人たちを殺した。子供たちまでも。それを立証できるのか、それとも責任転嫁か。ああ、来たれ。真実を聞こうじゃないか。お前の言動にて証明せよ。その身が潔白であれば恐れるな。不実かどうか皆に聞かせよ。ねえ、悪いけど今急いでるの。話が合わないみたいだから。悲しき傷、悲しき話。手放された迷い子が帰郷して。迷い子って何？一体何の話？うわぁ、違う違う。黙れ黙れ黙れ。いいか、尋問するのは我だ。お前は答えればいい。どうだ、分かったか、この汚れた悪魔め。分かった。なんかさっきのやつの方がマシだったね。黙れと言っているのだ。我は知りたい。それだけだ。有罪なのか、それとも無罪なのか。己の定め、計りに乗せよ。真実は打ち勝つ、刮目せよ。己は何が正しいかを知る。認めれば、先は明るいぞ。明るいね。本日これより裁きを受ける被告人の名前はフレイ。その角はタンタ殺害の罪です。このフレイはあの偉大なるタンタサイラを無慈悲に殺害したのであります。タンタサイラの魂にどうか安らぎあらんこと。申し開きは。罪を認めれば即刻処刑されるぞ。無実よ。嘘だ。お前の言葉は偽りに過ぎぬ。処刑しろ。小娘の顔は目障りだ。は？
罪を認めなくても結局処刑じゃん。こんな裁判はインチキだ。インチキだと悪魔はそう言ったな。そのような言い分は常に尊重せねば。そうか、そうだ、なら別の手法で決めようではないか。推進版だ。そうだ、推進版にて裁きを。お前の嘘がどれだけ持つか見ものだ。続けられた試練を。無罪であれば敵に打ち勝てるはず。はあ、それのどこが推進版？お前が勝てば死は免れる。負ければ罪の報いを受ける。お前の旅もそこでついえるだろう。生き残れるかはお前次第だ。はあ、ニューヨークの裁判よりひどいね。まあいいや、かかってきな。では始まりだ。試練に打ち勝って、さあ己の潔白を証明せよ。奴ら全員を倒せということだ。さっさと終わらせるよ。我が洗礼をもってその身を清めよ。贖い、どんな雑魚を仕向けてこようが無駄だよ。あまり挑発しない方がいいぞ。何それ、こいつらに負けるとでも思ってる？よっしゃ。なんだよもう、ここで足止め食らってる場合じゃないのに。これはさすがにちょっとしんどくなってきたよ。挑発するなと言っただろ。サンタの死は世界の死だ。調和を失いこの地は滅びる。この娘の犯した罪は決して償えるものではない。この娘を必ず打ち砕くのだ。うるさい、話すならどっちか一人にしてくんない？うん、もう二度と町の人たちを襲わないって約束して、そしたら帰るよ。お前は試練に勝ち、正義を証明した。これにて決心し、お前の身を投獄してやる。命尽き果てるまでこの水牢にな。は？いや違う、規範には従わなくてもタンタとして公正を保たねば。その通り、だからこそタンタ殺しを万死に値するのだ。投獄せよ。立て込んでるようだから、私もう黙れ。それ以上話せばその舌を切り落としてやるからな。ああそう、それのどこが公正よ。聞いて呆れるね。身の程知らずの無礼極まるこのタンタ殺しの悪魔め、朽ち果てるがよい。牢獄で未来永劫に。残念だがもう一戦交える必要があるようだ。何にせよ、ピアスを引っ張り出すことには成功したようだ。またタンタと戦わないといけないのか。まあ仕方ないだろう、ヤツに話は通じない。ダメだ、ダメだ。こんな判決を認めるわけにはいかない。いい加減にしてよ、もう諦めな。私は無罪。話しても無駄だ。錯乱してるぞ、今がチャンスだ。
なぜ我の邪魔をするのだ。裁きは終わった。判決を受け入れるのだ。違う。この悪魔は罰を受けるべきだ。邪魔をするな。もうこれ以上罰を与えるべきではない。どういうことだ。悪魔と共謀しているのか。黙れ。我こそが判事。落ち着け。よく見るんだ。チャンスは必ず来る。お前にはさらなる苦痛を与えねばならん。力を貯めている。でかい水球だ。爆発させる気だぞ。まだやの。悪魔め、口の利き方に気をつけろ。罪には罰。それこそが公正の担当の使命だ。抜き止め。覚悟しろ悪魔め。お前の最後の時はすぐそこだ。そら。暴走している。くらえ。我が判決は絶対に覆らぬ。自ら上がるんだ。急げ。激流よ、逆まけ。奴の身を砕くのだ。それ以上我に近寄るな。聞かせてもらうぞ、惨めに泣き叫ぶ声を。アーシアの法を犯した者はただでは済まぬ。嘘でしょ。今度は何。この部屋の重力を操作しているようだな。お前の罪はまだまだ償えておらぬぞ。お前は殴り殺しにしてくれ。住民を守るには奴だ。注意しろ。お、こいつめ、よくも。がまた力を貯めているぞ。気をつけろ。水に落ちたら奴の術中にはまる。苦しいか、卑しき悪魔よ。落ちろ、卑しき悪魔。我が手で終わらせてやる。やめろ。もういい。ここまでだ。我が姉妹、彼女が払いし犠牲、迷いし娘と母の眼差し。え、母の、
一体何を言ってんの？教えて、どういう意味？悪魔よ、シンタの娘、シンタ。シンタの娘って何が起きてんの？ブラーブが死んだ。それにより奴の力も失われた。つまりそのここは沈むということだ。